やっぱりか。カズマ。そうだよな。遅かったやないか。高島。あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。くれ。動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。全てお前が裏で仕組んだんか。カオリ。会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。オメ連合を裏切って神言派と手を組むんか。裏切る？何をバカなこと。高島は神言派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう。そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前。高島、お前近江をどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合六代目となり東条会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに神言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前ゴーダさん。どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田。最後に俺を信じて。何？このバカ野郎が。少しでも動いたら迷わず撃ちますよ。構わないわ、撃って。カオル。カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウカズマ。
お前には撃てない。人を見殺しにできない。それがお前の弱さだ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。龍神。くらいでちょうどええんや。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのや。その通りだ。ちょっと何してるの。爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。いや頭がボーッとしてきよって。早いとこ蹴りつけようやないか。早く逃げるのよ。ここから逃げましょう。断る。え？お前は行け。そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通りや。早よ逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあわしらもうボロボロや。どうせ助かる時間がないや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。加減はしねえ。来い。いやもうかっこいいな本当にこの男。
めちゃくちゃ見直したわ。めちゃくちゃかっこよかった、本当に。まあ、やからこそね、このバカとバカの戦い、蹴りつけよう、ヤギリュウジ。いや、めっちゃいい兄ちゃんじゃん、こいつ。いや、でも、かっこよかったね、最後ね。銃で乱射するシーンもかっこよかったけど、田山さんにね、対してちゃんと家族の目をしてたリュウジが本当にかっこよかった。これが本当に龍が如く、極み2、最後になるだろうね。はい、思うところがあってね、見入ってしまったんだけど、いやもうかっこいいわ、二人ともかっこいいよ。あの桐生ちゃんのね、田山さんに対して生きろって言ったのは風間さんと重なったよな、本当に。いやーかなって今そういう感じじゃないから、赤くなるやめて、リュウジ。もうやだ、ダメだ、赤くなる禁止って言ったでしょ、この前私結構見入ってしまうんだけど、この二人の戦いがすごいかっこよくてさ、見入ってしまう。龍が如くシリーズってのは最後の最後にさ、本当にかっこよくなるよな、みんな。極みの時は意識がすごくかっこよくて、ゼロの時は真島五郎がかっこよくて、今回は龍二だな。でその中でいつも変わらずずっとかっこいい男でいてくれるのがこの桐生ちゃんなんだけど、絶対にね、その見捨てないっていうか、絶対守るべきものを守ってくれるのが桐生ちゃんだから、いやー守ってこそ、なんて言うんだろう、リュウジは生きろよ、絶対に生きろ、リュウジ。いや、わしの体には人工派の血が流れとるんや。いずれこうしてのたれ死ぬ運命やったんや。まあ思ったより長生きしたわ。見せてくれや、おかんの笑った顔が好きやったや。お兄ちゃん
せまで時間がありません。キリュウ、聞こえるか？もうすぐ爆発する。早く逃げろ。おじさん。逃げないと危ないわ。お前だけ逃げろ。何を言ってるの。俺はもう動けない。諦めないで、私が背負っていくわ。お前だけ逃げるんだ。分かった、それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。早く早く逃げるんだ。うるさい。私はあなたと一緒にいるの。危険です。時間もない。我々も退避します。キリュウ。あと1分ないのか。ハルカちゃんのこと裏切っちゃったね。そうだな。でもきっとハルカなら分かってくれるさ。うん、そうやね。しっかりもんやしね。怖いか。うん、でもこんなにあったかいのは初めてや。竜が如く極み図、お疲れ様でした。なんかもう最後真剣に見入っちゃった。もう最後ね、本当にあのまあ最後の決戦というかね、竜二との戦いからいろんな人言派との関わり、いや今回も詰まってたね。本当に竜が如く極み。改めてこの竜が如くの世界というかね、桐生一馬という男の生き様というのがかっこよくて、何度でも好きになれて憧れてしまうよね。まあ、今回はこう佐山さんという女性と出会って、でなおかつね郷田龍二で大悟という男と出会ってきたんですけど、総じて思ったのが、まあ、サブストーリーも含めてね、結構見てこれたのが親子の絆と、で兄弟の絆で、また人言派っていうね、なんかいろんな形のつながりが見えたかなと思います。まあ、もちろん序盤からあるね、極みからある桐生ちゃんとはるかちゃんの関係性と、
ボーダー会長とリュウジの関係性がちょっと似てたのかなって私は思っちゃったんですよね。途中はるかちゃんの幸せを思って自分が離れることを選んだキリュウちゃんがいたじゃないですか。それとなんかゴーダ会長とリュウジの関係性っていうのはちょっと見えてしまって、手放しつつ手放さないでね。ただどちらがその子供にとっての幸せだったのかって考えてしまうとよくわからないよね。こう大人が勝手に決めてしまったことで子供がこう孤独を感じてしまったっていうのがリュウジがその例なのかなって思ってしまうんですけど、はるかちゃんはね、自分でおじさんと一緒にいたいという道を選んでくれたからこそ彼女にとっていい未来が待ってるんじゃないかなって私は思ってるんだけどね。まあ、佐山さんが今回結構キーキャラだったよね。キリュウちゃんにとっての大事な女性にもなったし、で、なんて言うんだろう、この竜が如くという世界の中で強い女性っていうのが本当にたくさん出てきたんだけど、その中でも力を持ってなおかつ女らしさというものはあまり見えないのよ、佐山さんって。結構いろんな箇所で女のくせにって言われながら強く生き抜いた女性だから、見ててやっぱり女性から見てもかっこよかったし、もちろん男性からしても佐山さんという女性はかっこよく見えたんじゃないかなと思う。本当に自分の生き方を持っているというか、自分の誇りを持って生きている女性っていうのがね、本当にかっこよかった。でその中で女性の強さっていうのは、まあ、こう一人の人をね、一人の男性をずっと信じられることなんですよ。キリュウちゃんの言葉が結構私の中では残ってるんですけど、全てを兼ね備えていたような女性が。佐山さんかっこよかったな、可愛さもあったしな、あのクマちゃん人形の時にな。今結構私今回見てを通してみて思ったのが、大田龍二はかっこいいわいやかっこよかったね。結構ね、敵キャラっていう枠にしては本当にまっすぐな人だなってずっと思ってたよね、あの男が。せこいことはまあしないし、で戦国という男をね倒して、なおかつはるかちゃんを桐生ちゃんの目の前まで連れてきてくれたのは龍二だったから、悪いやつじゃないんだなっていうのはその時にね確信はできたんですけど、今回この佐山さんとの関係性っていうのを見れて、お母さんのことも未だに覚えていて、それを佐山さんと重ね合わせて見ていた龍二もいて、最後の最後に死ぬ間際までこう男の生き方っていうのね、大田龍二という生き方を見せてくれて、佐山さんを守ってくれて本当にかっこよかった。いやすごい作品だったな。思い返すとたくさんのことがあったからね。なんかね、極みの時には錦という男の生き様っていうのを最後の最後に見れたじゃん。で竜が如くゼロでは真島五郎というね男の生き様っていうのを見届けたの。今回は大田龍二だったね。いやでもね、なんか生きてほしかったな。今後の作品でも龍二という男を見届けたかったな私は。すごく悔しい、そこだけはね。まあ今回でね龍が如く極み2終わったんですけど、まだまだやることはございます。真島建設もそうだし、あのフォーシャインのねキャバクラ編もやっていきたいなと思ってますので、そちらも続けて実況していこうかなと思います。でなおかつまたね新作がね出るんですよ、龍が如くシリーズの。
なのでその新作の方ではカズガという男がね出てくるから、その新作プレイ前に当たって龍が如く7やっていこうかなと思うんですけど、まあもう少し先になるかな。先にまだまだこの極み2の世界観を楽しみたいなと思ってますので、ゆっくりになると思いますが、ぜひね一緒にまだまだこのカムロ町、蒼天堀で桐生一馬という男をね見届けてくれたらと思います。いやどうなったんだろう最後。いやでもね、爆発からは助かったって私の中で確信はあるんよ。この先も桐生一馬という男は生き続けているし、まだまだ伝説を残してる男っていうのは私は知ってるから。ただこの先佐山さんとのね関係性だとか、これから桐生ちゃんがどう生きていくのか、まあ登場会はおそらく大悟がね後目になって支えていくんだろうなと思うし、近江連合がどうなるんだろう、それこそ龍二が生きて継いでくれたらって思ってたんだけど、その辺がねちょっとまだそわそわしてるかな、気になってはいるかも。さあ今回の龍が如く極み2いかがでしたでしょうか。ちょっとね長編のシリーズになってしまうんですけど、毎回龍が如くっていうのはその分たくさんの思い出とたくさんの感想というかね思いがみんなの中でも残ったんじゃないかなと思います。ありがとう桐生ちゃん。ありがとうね、私ずっと忘れないよ。寺田のおじさん本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな、最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああだがあの時寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか。いや分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う、今思えばな。なるほどな、その言葉に嘘はなかったってわけだ。